皆さん、こんにちは。第1部は各校によるステージをお送りします。第5中のステージの司会を務めます部長の塩野です。よろしくお願いします。先ほどの曲はヤン・ファン・デル・ローストのアルセナール、指揮は顧問の増村沙織でお送りしました。この曲はベルギー鉄道創立50周年を記念して作曲された曲ですが、五中吹奏楽部のテーマ曲として私たちは演奏しています。続いての曲は吉本亮作曲、後藤陽編曲の篤姫のテーマです。篤姫は江戸幕府13代将軍徳川家定の夫人、夫の亡き後は大奥を取り締まり、明治維新では徳川家を残すために尽力した人物です。大河ドラマは2008年に放送されました。通常の大河ドラマのテーマとは異なり、優しさや慈愛を感じさせる音楽となっております。ここからの指揮は顧問の桜井雅樹です。それでは篤姫のテーマお聴きください。
続いての曲はグスターブ・ホルスト作曲の吹奏楽のための第一組曲です。ホルストは組曲惑星を作曲したことで有名です。この組曲は3楽章ありますが、今回は第一楽章のシャコンヌ、第三楽章のマーチを演奏します。シャコンヌとは同じメロディーが繰り返されるという意味です。その名の通り、冒頭に出てくるメロディーが様々なところで登場します。第三楽章のマーチにも1楽章のメロディーが現れますので、注目してみてください。それではシャコンヌ、マーチ、続けてお聴きください。
こんにちは、富士見中学校吹奏楽部です。最初に演奏した曲は2012年度吹奏楽コンクール課題曲の吹奏楽のための基礎曲ジュゲムです。この曲は落語のジュゲムを題材に書き上げたものです。スピード感あふれる打楽器のソロから始まり、その後ジュゲムジュゲム五行の擦り切れで始まる男の子の名前がメロディーで表現されています。まるで落語を聴いているかのような演奏、楽しんでいただけたでしょうか。続いて演奏する曲はメリーウィドーセレクションです。この曲は地下劇メリーウィドーというオペレッタ作品が元となっています。はじめにオペレッタメリーウィドーについて紹介します。舞台は20世紀のパリ。ハンナという陽気な未亡人と元恋人のダニロのすれ違う恋を描いた物語です。相手への気持ちを自覚しつつ素直になれない2人、ハンナの暴風の莫大な遺産が引き起こすトラブル、僕たち中学生にはまだ早い大人な恋愛をテーマにした明るく愉快なオペレッタです。このオペレッタの名場面を切り抜き吹奏楽にアレンジしたのがメリーウィドーセレクションです。編曲はオペレッタ作品を数多く手掛けた鈴木英二さんです。これから始まるドタバタラブコメディを象徴する華やかなオープニング、貴族たちのきらびやかさをイメージしたワルツ、ハンナが故郷を思って歌うミリア、終盤はハッピーエンドを喜ぶ明るいフィナーレで構成されています。ではお聴きください。
最後に演奏する曲は J ベストメドレーです。この曲の中には新時代、ツバメ、ダンスホール、なんでもないよ、ウテルギウス、エジソン、ミックスナッツと昨年話題になった曲を集めた豪華なメドレーです。特に私がお気に入りのところはウテルギウスからエジソンに変わるところです。ウテルギウスのゆったりとしたテンポで落ち着いた雰囲気のメドリーからエジソンの特徴的なリズムに移るところが魅力的に感じたからです。また、なんでもないよにはユーフォニアムとサックスのソロ、ミックスナッツにはドラムのソロもあるので、そこにも注目してみてください。Thank you.
市立前橋高校吹奏楽部です。本日は、この御中富士見中、市立前橋高校の合同演奏会にようこそおいでくださいました。顧問を務めております稲毛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどお送りさせていただきました2曲は2月に行われました第10回群馬学校吹奏楽新人戦で、そうした2曲、天国の島と窓からの最後の手紙、2021年版でした。こちらの方で優秀賞をいただきまして、今度29日に、埼玉県で行われます、第11回、首都圏学校公開総合の方に、群馬県代表として出場していきたいと思います。まだまだ頑張って、もっともっといい演奏になりやっていきますので、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。他の学校さんはですね、皆さん中学生が、フレッシュな中学生が喋ってたところで、こんなヒゲのおじさんが喋ってて、ちょっとどうかなという感じもするんですけれども、うちのシャイガールの部長はですね、先生ぜひお願いしますと。ただ、私はそのまま終わりませんので、ぜひシャイガールの部長さんに来ていただきたいと思いますが、部長さん、はい、いらっしゃいませ。皆さん、こんにちは。本日はお越しいただきありがとうございます。中学校2校との合同ということで、いつも私たちは皆さんに笑顔と感動を届けようと思って日々練習に励んでいるのですが、今日は3校合同ということで、いつもの3倍の笑顔を届けられるように頑張るので、最後までぜひ楽しんでいってください。本日は本当にありがとうございます。2023という医療系のなんかカンファレンスがあるんですけど、そちらの方で10分間ぐらい彼女が、吹奏楽を代表してまた喋ることになると思います。あとホームページ等の方で、紹介していますので、あとあれですね、ロビーの方で公式 LINE の登録っていうのがありまして、ポイントがたまると素敵なグッズをプレゼントしたりっていうのがありますので、もしよかったら登録してください。彼女が喋るのもそのうち、発信したいと思います。続きまして後半2曲をお送りさせていただきますのは、この時期にふさわしい松任谷由実作曲ですね、こちらの方のシンフォニックアレンジと、そして昨年話題になりましたワンピースフィルムレッドの、テーマ曲になります。新時代、この2曲を続けてお送りしたいと思います。まだまだ、新しいこれからの新時代を、市立前橋高校吹奏楽部の新時代を築いていきたいと思い込めて生徒たちが演奏しますので、どうぞ楽しんでいってください。それでは2曲続けてお送りいたします。よろしくお願いいたします。